はいみなさんこんにちはてげてゲゴルフチャンネルの桜井とケンシロウですよろしくお願いしますえ今日はケンシロウとやっていきたいと思いますじゃあ何でしようかそういえばですねはい最近ちょっとレッスンしてて右に飛んでしまうというお客様がいてうんうんうんプッシュアウトですねはいはいはいでその方にちょっとレッスンしたところよくはなったんですけど師匠ならあのどういう感じで教えるのかな転送するのかなっておおなるほどなるほどなるほど分かったらそれお願いしたいの分かりました。 あじゃあえっと検視録がその人の真似をするってこと。まあイメどういうイメージをしてたかっていうのを真似して、まあ実際それで打ってで僕だったらそのレッスン何をするかってことね。どういうレッスンをするかってことね。あわかりましたわかりました。でもまあ治ったんでしょそのお客さん。そのお客様治りました。いいねいいレッスンしたねじゃあね。ありがとうございます。わかりました。じゃあでちょっとこ擦り気味な感じ。 そそれっっっかかかけけとなたの人ですちょっと大きな引っ掛けが何球かに1球出るっていう感じだったんですどなるほど、なるほど、わかりました。じゃあ、まあいいや、打ってみよう、打ってみようというか、ちょっと真似しながら、失礼ない程度にね、アマチュアの方にね、失礼ない程度に、その方も見てるかもしれないから、どういう感じで、あげます、あー、なるほど。 ちょっと実際ますはははいいいうんなるほどちょっともう一回やって声でさ説明しながら言ってよ視聴者の人分からんけどさ自分がケンシロウが見た感じでそのお客さん生徒さんがこういうイメージで素振りしてるとか頭の中のイメージも声に出しながらちょっとやってもらいたいかな分かるようにね視聴者に。その方は まあ、打つ前のイメージ。うん、あ、ルーティーンみたいな。はい、あります。あ、はいはいはい。おお、それはさ、もう一回考えてはい。現象的には何をしているように見えたわけ。えっと、あの、こうタメを一生懸命作ろうという感じが見えたんです。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。で、実際打った時に。うん。 こういう形でこういう形で入ってきてああなるほどちょっとじゃあ向こう向いて向こう向いて素振りしてはい仮面みたいなお実際、こういうイメージでインパクトまで男性の時に持ってきてるなるほどなるほどこれは見た感じね原子炉見た感じこういうイメージなのかこういうイメージなのかっていうのはどっち見た感じですか そそそそその方の方そう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 あのこういうこい意味ですなるほどははいはい、はい、でそのまんまこうすっぽ抜けるかはいたまにこう左に行くか<が>みたいな感じね、はい、なるほどじゃあ構えて、はい、これめちゃくちゃ多分多いもう昔からねこういう YouTube いっぱいあると思うけどもう上がってきてやりたいよねプロたちみたいにぐーっと切り返してこういうためが。 はい、作りたいね、うんうん、ただその人はかなあの,の向こうでもうも一回その人はイメージからクラブがこう立ってきたってことねそうです、うん、でもまあまあこれ何度もね自分の YouTube で言ってるけどイメージがこうならば体の実際回転してきたらまあこうやってクラブが外からシャフトブレーンもくるし、はいはい、クラブも外からくると、はい、じゃこれがじゃ正面から見た 向向こう向いて正面から見たらこういうイメージしてる人は今みたいにこういう感じになってクラブが外から来るとでシャフトも外から来るからまあね出球左にも行きやすいしこれでフェースが開いたのは右だよねでクラブも鋭角に入るからでこの時に一番やばいや,やばうこれで一番やばいのは体。 体がどうなってるこれと閉じてる開いてる開いてますね開,き開いてるよねで実際スイングはやっぱこうクローズで打つことはないけど実際正面かちょっとこうやっぱ開く、はい、正面もないかなインパクトの時、うん、でこうなってしまうんですよ開いてしまう体がかなりでここに原因がすべてある、まあ、これってもうほらもう完璧に突っ込んでる形やんそうですねううん、ままそう じゃ,あじゃあさあもう一回構え上がって、はい、そういう人に、ねはい、クラブプレーかよん,んよこれ、イメージは、はい、右で残りましょうって言って振ってきていい <laughs> いや触れれれれる触れななですね触れないですよねよね触れですちょっとじゃあ向こう向いて、はい、もう一回、今の形、はい、もうちょっと開いてるからむ胸を右向けたまんまクローズにしたまんまもうこうやけどね。 イメージですこれで振ってきてっちょっと振ってみてそこから、はい、上がって、うん、振ってみて <laughs> いま、はい、詰まって右よね <laughs> そうじゃこの状態になってる全然振れなかったそう、はい、でなおさ、じゃあ次もしかして開いた開いてそのプッシュしてるじゃん、はい、からローテーションしましょうとか言ったら上がってきて。はい ローテーションしましょうとか言ったらクラブが外から来てる人がローテーションしたらいやもうそれはもう, <laughs> ど,そうど左にくまあそれはもう分かるじゃん。うんはい、だからじゃあまあいろんなイメージがあると思う。はいうん、でも今のクラブのイメージをしてる人に対してさっき言うようにこういう人に対して右でこう打ちましょうと。 もうちょっと右足の前らへんのボールを打ちましょうと打て詰ままっすだからもう打てんよねだから一番大事なのは体がもうちょっと開いてるから右サイドで残りましょうじゃなくて残りましょうそのためには何をしましょうというのがやっぱこうレッスンで一番大事大事なわけだよね残るためには どういうイメージをアマチュアの方にさせて体が残る形で、はい、まあ残るというか、まあ、プロみたいな場所で打てれるようにするためにはをやっぱり伝えた方がいいから、はい、じゃあ、はい、そのためにはじゃあ何な,な,なのっていう話、はいうん、だから構えてあもう俺やろうかねこう来て、はい、クラブがその人はこうしてたわけでしょそうです、ねはい、これがどうなってるかってここで詰まるから やっぱりこう開いてくる、はい、めちゃくちゃこう詰まった時はもう開いて突っ込んで、はい、そ全部外からくるこれはクラブの位置、はい、とイメージが悪いから、はい、悪い形になるそう、はい、だからこういういそういう人には、まあ、右手でもいい右手、はい、まず右手で大きく今 V に来てる大きく言ったら V で、はい、ポーンとじゃなくて、まあ、U の字か。 のきてこうじゃん、はい、これが今結構ね V になっとるよねなるほど V そう、はい、これが U の字がちょっとこうおっきいこういうおわん型みたいなのをイメージさせておっきい、はい、そこにクラブがこうなぞっていくように右サイドがこう大きくそう大きく右サイドをテイクバックしてこうじゃなくて、はい、大きく。 なるほど、ね、大きくそう左手でもいいし、はい、大きくこうなってるから今、はい、こうやってなってるから大きくこうやって大これ,大きくこれナチュラルにヘッドがこう、うん、返ってくれるというかうん、まあ、それはあのプロの言葉ですねプロのイメージはいそうこれはアマチュア目線の考えで言うとはいそういうこうしたらえなんかダフるんじゃないのみたいな感じになっていく。 っていう言葉を YouTube で言ってくれると僕は非常に助かります慣れてないからねまだねアマチュアの頭の中でちょっとこう説明していかないとね俺らがこうしたらさあこうやってナチュラルに帰りますでもまあその通りよこうやったらヘッドからこう来てくれるから腕のターンもしやすくなってくるけどじゃあじゃあこれでさちょっともう一回今の素振りしてどっか変わるところがない体がどうなるとか遠くにおお 外側から、そう外側というか大きくね、うん、外側っつったらアウトサイドから来る人がいるかもしれないから、そうですね、う大きく振ることによって体がどうなってる？軸が、うん、ちょっと右に傾きました、おお、傾く、うん、そういうことね、軸が右に、そう、あとは、はい、今勝手に体が残ってるよね、体が残ってます、そう、はい。 そういう方はクラブを大きく振り,振りましょうって言ったら、はい、黙っとってもこ,うこっちが大,大きいからちょっとおいて、はい大きく振るから体が残るだ残だから残しましょうじゃなくて、はい、残すためには何をしましょうが一番やっぱ大事だから、うん、これをの遠くに振ることによって体が「あ残りましたね」と。 今までは近いところを振ろうとしてるから残らないよね、詰まってさっきみたいに打てないからどうなるかというと開いてくるとだからちょっとそういう感じで次、打ってみて大きくそそそそそううううう、もう一回もうちょっとしっかり思い切り振ってみ綺麗すぎるからお前、スイングが。 実際そのスピードで振らんやんバクってしっかりそう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 結構残るやろ今のは残そうとかしてないじゃんしてない今どういうイメージで遠く遠くですそうね遠くまあどっちかっていうとほどくみたいな感じよねそうですねそうそうこれもいろんな YouTube ありますあるよね外からヘッドからこうとかグリップエンド遠くにとかはい それは何を言ってるかというと結局こういうことを言ってるってことです実際振ってて僕もちょっとダフりそうになるそういうイメージもちょっと正直はははいいいそか大丈夫じゃないわ今ちょうど先輩が来たんやけどだって打つる映る映る映るこっちからこういっていかないといけないですだからそうダフりそうな感じじゃんでもダフらんじゃん ダフらなかったですか。何なんだかんだ今までは詰まりすぎちゃうから、そっちの方が逆にダフるわああ。そういう、ね、だからちょっとこう大きく振る。そうそうもう一回打って。そう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 。そうすることによって、はい、あのー、体が右に残りやすいよね。残りやすい。そう。残りました。そう。結果的に。じゃあ最初のちょっと先週してみて。はい。はい そういうイメージだったね、はい OK、それでちょっと振ってみてはい、うん、詰まるね詰まりますね、うん、だから、まあ、こういう状態にこう陥ってる方結構多いかもしれんねだからレッスンとかまあ自分の動画見て、はい、こうやってんのになんで捕まらないのかなとハメ作ってんのに、はい、うん。でもじゃあ捕まらないから次ローテーションポンってしたらはい。 左にそのまま突っ込んであ、あのー、引っかかった球が出ると、はい、えなんでじゃあちょっと右それやったら右に振ろう、はい、ってなってじゃあ次は、ね、右にね右に残せばこうクラブがちょっと内から入るやん、はい、入るからこうし外に振ろうと思っても、はい、ここが狭いから詰まる、はい、詰まりまりすねから結局そのスイングができないとなるほどっていう人たちが結構いるかもしれない。 うん、実際この前あのめちゃくちゃうまい方来てシングルプレイヤーの、はい、もうあんだでもある,人あるとっていう方もちょっと右にすっぽ抜け取ったよね僕の生徒さんでね右、はい、に抜けてなん、はい、でかなって、はいうん、でどんどんこう、まあ、捕まえるあ捕まえようとしても全部詰まってる感じがして結局ヘッドがなんか使えてない感じに見えて、はいうん、だからそういう方っていうのは逆にこっちを大きく。 本当に、まあ、何でもいいグリップでこうするのもいいし、はい、クラブからこうするで、はい、実際、それでスイング取ると、はい、こんな形取れんじゃんね<ー>それで体が動いてくるから、はい、こうやって入ってくるっていう,<ー>そうここのちょっとこうギャップ自分,と自分が思っている形と実際の動き、まあねはい、こうやって携帯とかいろんな今精度がいいカメラとかあるやん、うん、そういう、ね、ので撮ってもらって。 <で>はい、実際どうなのって言ったときに、はい、もうちゃんとこれためあるやんみたいな、はいうん、やりたい形でき,できてるやんこれがっていう,、ね、う,こうイメージとこうやっぱあれが大事っていうね考え方というか確かにそのお客さんも必死でためを作ろうと思ってやってて、うん、動画を撮って。 見せたら僕、こんなふうになってるのっていうそうね、自分が思ってる動きと違うっていうそれに驚いてますうやっぱ動画撮ってやるのが一番いいよねみんな大体、えーってなるやん俺らでもスイング変えるときとかもうちょっと細かいところやろうと思ったときに全然思ったよりなってないから自分らでもアマチュアの人はもっとなってないと思うから。 っていうのがちょっと一番こう、まあ、今回のテーマちょっとこう、はい、ボールがすっぽ抜けるとか、はい、かといった次は捕まえようとしたそのまま左にいって大きいフックになると、はい、プルフックになるっていうね、はい、そういう方は、えー、クラブをトップから遠くからこう大きい U の字こ,うこれ大事,、ね、れ大事めちゃくちゃ、はい、大きいところからすることによって。はい 頭が残る右でこういうクローズはないよ、はい、けどそういう方最初こうなってる人はそのぐらいのイメージかもしれないけど、はい、実際スイング取ったら絶対こう開いて当たるからいでも、ね、今までがやっぱ詰まるからこううせざるを得ないよねね、はい、そうですか遠くにやることで軸があんまりこう、ね、突っ込んでこんなことはできんけん。ていうことでボールがこう捕まるという、はい。 動画でした。はい、あま,まあ、いい、でも、そういうこと、ゆ、言ったと思うよ。その、直ったってことは。はい、うん、だから、まあ、こで、はい、ね、まあ、こういう、お客、せ、まあ、今、見てる視聴者の方がいたら。いいよね。そうですね。んんはい。ぜひ、皆さん。あのー、ね、こういうイメージをしてる方。こうやって。うん。ぜひ、やめてください。はい。 あの相当ほどけてる人がこういうイメージもこれまた違うことで違いますからそれも違いますから、はい、結構極端にやっていただいた方がいいです、ね、そうですそうですそうです、はい、極端にやってもらってぜひ、はいえー、皆さん練習場で試してみてくださいお願いしますじゃあ今日はこの辺で終わりましょうかはい、はい、じゃあ、えー、次回はまた何するか分かんないですけど、はい、今日はね テーマ作ってきてくれたんでありがとうございました。ありがとうございます。はいじゃあまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。はいはいじゃあみす皆さんまた見てください。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。